こちらの斜面で昨日地滑りが発生しました。巻き込まれて倒れた木々も確認できます。南島原市南有馬町大脱地区で昨日午前8時ごろ、住民から木を切るような音がする、地滑りが起きているようだと市に連絡がありました。市が現場を確認したところ、幅100メートル、長さ200メートルの地滑りを確認。けが人や住宅の被害は出ておらず、付近の市道3カ所が通行止めとなっています。現場の上部付近では3年前にも大規模な地滑りが発生し、付近住民およそ100人が避難しました。怖い前の今回は下の方にいっぱい流れて、バリバリバリっていうのが、昨日倒れる音が長い時間続いた。3年前の地滑り斜面では補強工事がほぼ終了していました。地滑りは今日も進んでいるのが確認されていて、市は付近の2世帯5人に高齢者等避難情報を発表。今後の雨の降り方によっては避難指示に切り替える可能性もあるとして警戒を呼びかけています。土石流みたいなのが流れてきて、センサーに触れた場合警報が出るように、あとそのメール等でお知らせするような、そういった対策を取るということで聞いています。これから梅雨も控えてますし、警報級の雨も降る可能性もございますので、すぐに避難できるようなですね、体制を地元の方たちにはですね、準備をしていただきたいと。はい、では地滑りについて気象予報士で防災士の平地さんに解説をしてもらいます。はい、伝えします。今回の地滑りなんですけれども、はい、改めて地滑りとはこういった現象です。斜面の一部が地下水の影響でゆっくりと斜面下方に移動する現象です。はい、何が起こっているかといいますと、こちらご覧ください。まず地面というのは様々な特徴を持った層が重なり合っています。うん、水を通しやすい地層の下に水を通しにくい地層があったとします。はい、でここに例えば雨が降ります。で雨が降りますと、まず水を通しやすい地層に雨水が浸水していきます。ただその下には水を通しにくい地層がありますので、この2つの層の間にどんどんと地下水が溜まっていくんですね。はい、でこの地下水が、まあ、イメージとしては潤滑油のような役割をしまして、この2つの層の摩擦が小さくなって、この水を通しやすい地層がずれる、まあ、これが地滑りなんです。はい、で地滑りは前兆としてこういったものが挙げられます。井戸の水が濁ったり地面にひび割れができるという前兆がありますので、こういった前兆を確認した際は安全なところに移動するように、安全なところで過ごすようにしてください。はい、県によりますと地滑り警戒区域県内1203カ所あるということなので、まずはハザードマップを確認して自宅の周りがどうなっているか確認することが大切です。はい、